今日はですね、岐阜県の高山市に来てます。で、高山市はですね、家具の産地でありまして、まあ本当にあの大きな工場からですね、小さな工房まで本当にたくさんの、メーカーさんあります。で、今日はその家具メーカーさんの中の一社で白川さんっていう会社があるんですけども、そこの、まあ、工場これから訪問します。で、工場の中もね、YouTube でね撮影していいっていうことなので、私もね久々に工場は見るのでとてもね楽しみなんですけどね。毎回ねやっぱ工場見学するといろいろ発見もあったり勉強することもあるので、はい、もうね、この右側ですね、はい、この白い建物ですね、正面今見えそうですね、これがね本社の事務棟で、で今ここ私曲がりますけども、曲がった先の正面が工場ですね。はい、ここですね。ちょっとね蒸気が出てたりするんですけど、正面です、はい、今来客用の駐車場止めます。はい、あ、いいね。はい、今ね白川さんの工場に着きました。で、これからですね、工場見学行きます。で、今日はね、案内してくれるのは私のお店のね営業担当の、はい、石田さんです。こんにちは。はい、よろしくお願いします、はい、行きましょう。はい、資材、材料ですね。そうです、これはまだ天然乾燥が終わった状態なので、実際にはここから、向こうの乾燥室の方へ一旦入れて断水率を調整します。はい、はい、あとこれは石丸太の。ああ、なるほど。ああ、なるほど、はい、なるほどなるほど。だからこっちは分かりますかね。これが、通常の製品。通常の、そうですね、製品だけども、はい、違うかにあるのは一枚板。一枚板ですね。一枚板のテーブルで使う、乾燥の綿材料。なるほど、材料のストック、はい、じゃあ工場の方へ、はい、行きましょう。先ほど積んであった乾燥の綿材料たちをここで選別ですね、材料の選別を行って、どんどん、表面を要はいわゆるカンナ掛けのような状態できれいにしていきます、はい、それを例えばテーブル用、椅子用、ボード用というふうに、作るものによって材料を選別してストックされます。はい、はい、じゃあ次はテーブルの方へ。ここで、テーブルの先端で設置先ほど選別した材料をここで、一枚一枚、色だとか、木目を合わせたものを選択しています。なるほど、はい、なるほど。で、加工が終わると次は2回塗装へ、上げるので、台車に乗せて、塗装ブースへエレベーターで上げます。ああ、塗装の匂いがする。はい、ありますけど、まあ、天板以外にボードのパーツもであったり全部ここにストックされていきますね。はい、まあ、塗装の前で一番大事なのが研磨になりますね。ボード研磨、はい、研磨が悪いとやはり塗装した後剥離したりしますんで、非常にこの研磨作業が重要になります。なるほど、スキー板の研磨作業になります、ね、なるほど、はい、全部人の手ですよね。これ塗装ブースですね。はい、はい、まあ、下塗りから入るのでやっぱり工程としては塗って磨いてがやっぱり14から13くらいで工程としてはかかるので、これ今温度計も見えますけど、はい、温度もやっぱ大事、温度湿度大事なんですね、はい、なるほどね。乾きとかね、乾き具合も。そうですね、塗料がどうしてもね、重くなっちゃうんで、ね、だから塗装も結構やっぱ工程が多いんだね、こう見るとね、非常に、なかなかね見る機会がないと分からないですけど、ね、うん、工程が多くて時間は
かかりますよね。時間かかるね。ちょっとね、ねここ、はい、はい、ちょっと入りますけど。立ち入り禁止。今ね、ここね、やってないんですけど、ここは曲撃のね、プレスなんですよ。なるほど、はい。今日ちょうどね、今動いてないですけど、残念ですけど、わかりますかね、この木が曲がってる様子。これですね。まあ、この高山の工場 の特徴としては、これ曲げ木ですね、はいはい。これがね、ここにもね、あります。プレス。ちょうど今日の分は終わってしまいました。終わっちゃったんですね。残念。これいっぱいね、ここ曲げ木の。はい、窯ですよね。これね、はい。ここで熱を加えて。そうですね。蒸気、はい、まあ蒸して。そうです。ね。木を柔らかくして、その後に。圧力をかけて。そうですね。はい、あ、今ちょっと入ってますね。わかりますかね、はい。あんまり近づくと危ないのかな。うん、ちょっとこっちへ来ていただいて、ね、あと、ね、あ、これですね。はい、あ、わかりやすい。今曲げ木、はい。なるほど。いっぱい。今ボチクは何？今125だね。125だね。今やっています、ね。今ね、よく知ってる店長が撮影してる社員さんがいたんで、ちょっとね、挨拶して、よく展示会とかではね、いろんな話するんですよね、こういったところでね、話して、まあ、これ見てもらうと分かるんですけど、まあ、同じものじゃなくてね、いろんなものがね、今、吊り下がってますね、だから注文いただいてから作るっていうのがね、よく分かりますね。組み立てが終わって、上の塗装へ上げる。なるほど、なるほど。はい、この辺はそうですね、ちょっと分かりやすいですね。今組み立てて、まあ最後細かいところ、さっきの研磨たちが、うんうんうん、あ、ここでちょうど組み立ててますね。あ、プレスね、こう使って、プレスでしっかり押さえて、うんうんうん、分かりましたね、こうプレスでね、こうですね、プレスでね。横からね、しっかりグッとね、接着してますね。ちょっと縫製、あ、縫製ね、こう裁断縫製、ちょっとね、内容変わってきます。こう裁断縫製ですね。これは今椅子、これは今カットするのは、あ、はい、今ソファの裁断、裁断です、ね、なるほど、はい、まあここに生地の、ね、ストックがこうたくさんありまして、ね、お客さんから注文いただいて、まあ、ソファーならソファー、椅子なら椅子、それぞれの、ね、大きさに切るっていうところですね。あ、ここは椅子の塗装ですね。ここで、実際には塗装を行いますね。なるほど、ちょうどお昼前で、ね、まあ、お昼前でちょっと段取りのいいところで休憩しようかなっていうところですね。この辺はじゃあオイル仕上げに。そうです、ここはオイル仕上げ、オイルなので。なるほど、ね、ここはまた別なんですね、塗装の工程ね、はい。で、塗装が終わると今度はハンガーに吊るされて乾燥室へまた、うんうん、なるほど。で、このさらに上にこれね、ゆっくり動いてるの分かります？ゆっくり、はい、動いてます。これこのぐらいのスピードで、この辺になってくるともうね、商品が何か分かってきますね。梱包ですよね。そうですね、梱包、座がついて、座面、まああちらでさっき縫製、裁断縫製したものをここで貼って、で最後ここで検品しながら梱包すると。そうですね。そういう過程ですね。まあ大事なとこですね。最後ね、お客様の、まあ一番最初ね、我々の販売店に来ますけども、その前にここで。まあ、チェック、最終、本当最後のチェックしていきます。1日だいたい椅子何脚ぐらい出荷、多い時だ、作ってるのはだいたい100本。あ、100本、なるほどね。これね、皆さん見て分からない、これね、上にこう綿巻いてるんですよ。これね、結構ポイントですね。当たりが良くなるんでね。あとね、中身のウレタンも確かね、傷みにくいと思うんですよ。
綿膜と。そうなんですよ、はい。で、あの、まあまあこういうこと言っちゃいけないけど、ちょっとね、お値打ちの商品なんかはこういうことしてないので、やっぱこういうことはね、こう中身が見えないものなので、あのやっぱこういうの見てもらってね、あのいい見てもらういい機会ですね、こういうのね。これあと中袋もつけてますけど、こういうのもね、つけてないところもねあります。そうするとね、ウレタンがね、やっぱクズクズになっちゃったりとかね、いろいろね問題出てきますし。そう、あれがないとね、カバーもつけにくいですからね。そうで、今カバーリング、さっきも話したんですけど、ファスナーがついてる、クッションが多いので、出し入れするときに中袋があるとね出しやすいですし、そういうのもね、この工場を見ていただくとすごくねよくわかるんで、特にね今回こう見えないところっていうのをね見てもらえたので。ただ私も今日工場見学初めて動画撮影したので、なかなかねうまく撮れてない部分もありますけど、またね、いろんな工場を皆さんにねお伝えしようと思ってます。はいはい、はい、これで完成ですね。なるほど、あ、ここでね、はい、完成して、まあ梱包、まあ段ボールもね、ちょっと細かい話なんですけども、やっぱこう硬い段ボールなんで、これ結構大事なんですよ。いろいろありますから、ちょっとねお値打ちは段ボールもね結構ねぐにゃぐにゃになってくる時あるんで、やっぱりねここがね、あの品質の差に出てくるんじゃないのかなと、はい。もちろんねコストね落とすことも大事なんですけども、こうやって一個一個ねご注文いただいてから作る、まあ特別なものになるので、段ボールもねやっぱしっかりしたものにしないと買いが効かない場合もありますので、はい。これで一通り、あ、一通り、 ありがとうございます。まあ、あ、この辺ちょっと最後修理品ですね。はい、あの白川さんもね、あの家具の修理作るだけじゃなくて、こういった昔のね、あの自社で作られた家具の修理もしてますので、まあ、修理の際は私のお店の方にね行ってもらえれば、あの、はい、対応しますので、はい。まあ、今日は、こんな感じで白川さんのね工場見学見させてもらいました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。